1000万円あった資本金が通帳の中にしかなくなってたんですね。お金ってですよ。知ってました皆さん。はい、皆さんこんにちは。リハのみチャンネルの時間です。このチャンネルでは PTOTSM を皆様に有用な情報をお届けしたいと思っております。今回もですね、プロデューサーの安藤が、人生におけるやばいエピソードをお話ししろということで、いい意味でやばいエピソードをお話ししたいと思います。はい。30歳の時に会社を作って、で、31歳の時に、まあちょっと大きいことやる。僕、資本金1000万円で会社を作ったんですね。で、まあ本当にもう駆けずり回ってお金を集めて、30歳が1000万円集めるってなかなかちょっと大変ですからね。まあまあもちろん自己資金からもありますし、いろんな、人から出してもらったものもあるんですけど、まあ1000万円とにかく集めて、そして30歳の時に起業して、で、31歳の時に10年後の PT っていう、ちょっとシンポジウムを開催したんですね。で、その10年後の PT っていうのが、まあ、将来理学療法士が10万人を超えた時に自分たちはどう生き残るのかっていうテーマだったんですけど、まあ面白いですね。もう今10万人とっくに超えてますよね。なんとか。別に大丈夫だったんですけど。まあ、そこで、お金って使ったら減るんですよ。知ってました皆さん。お金って使ったら減るんですけど、1000万円あったんですけど、そのシンポジウムのほんと直前ぐらいに、1000万円あった資本金が通帳の中に90万円しかなくなってたんですね。あれ、おかしいな。お金って使ったら減るんだなって、その時にちょっと、勉強したの、その時お金は使ったら減るっていうことと、預金通帳っていうのは一晩、ずっと正座してみても金額は増えないっていうことは、二つちょっと学んだんですね。皆さんも覚えておいてください。どんだけ念じても数字増えませんから。で、あっちゃまじいな。どうしよう。シンポジウム。シンポジウム。まあ結構なお金かかるからって。で、まあ、まあまあ90万あればまあ別になんとかなるんですけど、まあそこから後に入ってくる予定もありましたから。だけどまあその時ちょっとなかなか、ねえ、皆さん30歳のやつが1000万円あったのが90万円までなくなったら、そりゃなんか結構死にたくなりますよね。で、そしたらその時期に、シンポジウムに登壇していただいた、福井の M 社長、ね、私が非常にちょっとお世話になっている M 社長が、まあ、その時お呼びして、どうもありがとうございますと、これ、ご遠慮と、交通費になりますって言った時に、M 先生が僕におっしゃったのが、ええわ、はりちゃん、出世払いや。でも、その時、後ろ姿で手挙げてから、じゃあなって言って、帰ってたんですね。その時もらったのは結局お金じゃなくて心なんですよ。で、皆さんもこれから先いろんなところでお金の顔した心に出会うことあるんですね。で、その時に本当に嬉しかったものっていうのは結局お金の金額の高ではなくて、その人がそこにどういう思いを込めたかっていう、まあいろんなね、行為とかね、物とかにだって心を宿らせることができる。お金にだって心を宿らせることができますから。それが私の中で人生の一番やばいエピソードです。だから私も、若い人に講演呼ばれた時に、取らないこと、これ寄付してくださいとか、やります。ただそれはやっぱり先生にね、自分がそういうふうに訓導を受けたので、自分もそういうふうになれたらいいなと思ってやっているのがね、こういったことになるんですけどね。まあ、お金使ったら減るんで、それだけね、覚えておいてもらえたら僕よりもちょっとマシな人生を送れるとかなって思いますね。よろしくお願いいたします。はい、リハのみチャンネルではね、また PTOTSM の皆様に有用な情報をお届けしたいと思いますので、また高評価、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。